ビリヤードの反則行為は、ビリヤードにおけるルール違反の一覧。以下では、日本ビリヤード協会が定めた NBA ルールにおける、ポケットビリヤードの全種目に共通するファール規定で、ある、第6章に解説を付加する。9ボール、10ボールおよび8ボールでは、これらのファールが発生した時に、相手のプレイヤーは手玉を2意ない位置に置いてプレイできる。なお、 レフリーに関しての規定をまとめた同ルールの第7条には、故意にルールに反する方法でボールを動かしたとレフリーが判定した場合、その選手は失格となる。これはレフェリーの判定とスポーツマンシップにハベルマジキ行為に基づく自由裁量である。とあり、これは目視的に第6章、第2条のような行為を意味するとされる。 NBA ルールのナインボール競技のルールのうちファールについて記述した第6条を引用する。ファール規定に反する行為をした場合、及び以下のファールを犯した場合は、プレイ権は相手プレイヤーに移り、手玉をテーブル上の自由な位置においてプレイできる。また、非合法によってポケットイン、もしくは場外に飛び出してしまった9番ボール以外の的玉は戻さない。9番ボールは、 第4章、第8章に基づき、フットスポットに戻す。1ゲーム中に3回連続して、ファールをした場合は、ゲームはその時点で終了し、そのゲームは、相手プレイヤーの勝ちとなる。ただし、レフェリーが2ファール時、もしくは次のショットに入る前に2ファールを宣告しない、場合は、3ファールは成立せず、2ファール状態が維持される。中、第4章、第8章は、 以下のようなもの。ポケットインされたボールや、場外に飛び出したボールを、所定のスポットに復帰させる場合は、以下の通りとする。ほぼ9ボールと同じである。ただし、9ボールを10ボールと読み替えて解釈されたい。ポケットビリヤードでは、ファールが高度なテクニックの一つとして受け入れられている、ことにも注意する必要がある。以下は、この理解の助けになる例である。スヌーカーでは、 ファールを犯した場合は対戦者に規定のポイントが与えられる。その他にも特殊なルールが存在する。ありがとうございます。